青春時代の選択の結果、別の人生を歩んだ人々。彼らが選択したのは、行ったこともないアボジの国であった。フリオンが三分の一が死に、三分の一が帰り、三分の一は帰ることができなかった。いっぱいあるんだ。いるの金山君美代子。